本日はセラリサプロデュース工業第3弾バースデーデスマッチの会見にお越しいただきありがとうございます。本日カードを発表させていただきたいと思います。まず第1試合第1試合セラリサ生誕25周年記念マッチ6人タッグマッチ、つくし、きゅうり、ゆきひまや対星ハムコ、長崎まるこ、テキーラさやとなっております。こちらは私の25歳の誕生日を記念した、6人タッグマッチとなっております。ルールはまた改めておいおい発表させていただきたいと思います。そして第2試合携帯破壊デスマッチ、藤本司対松本美也子対植木隆之でございます。本日植木選手にお越しいただいているので何か一言お願いいたします。来てないんですけど。いや植木さんは今回携帯が破壊される役。役って何ですか。役って何ですか。そういう仕事としてオファーしていただいたの。え、いや全然聞いてないんですけど。え、携帯ってあの携帯ですか。はい、あの私も持っているようなこのようなこれ携帯を。携帯電話、はい、スマートフォン。スマートフォンを各自持ち寄っていただき、これのことか。あ、そちらです。これか。はい、こちらを持ってきていただいて。そうなんだ。試合で負けた選手の携帯は破壊神ヒイラギクルミの手により破壊されます。そんな名前の人がいたんだ。はい、え、俺がそれで壊されるわけ。可能性があるということですね。勝てばいい。そうです。勝てばいい、はい、いやでもそれでもかけたくはないよ。かけ、あ、勝てばいいんだよ。勝てばいいんですよ。お、あ、もちさん、なんでいいの。もちさんが急に。お、あ、巨乳。え、実はできてます。私、植木隆之と宮城もちはできてます。知らなかった。はい。いつからですか。この間の札幌でシングルマッチを行って以来できてます。できてます。そうだったんだ。はい、ということで、はい、もち、俺の言うことを聞いてくれるよな。よし、ということで俺の携帯をかけるのではなく宮城もちの携帯をかけて俺が参戦することに決まりました。決まったんですか。はい、今ここで。あ、そう、もちさんそれでいいんですか。あ、植木さんのためなら自分の携帯をかけまして今言いましたね。そう、こいつは俺の女だから。そっか。じゃあ、はい、はい、大丈夫ですかね。はい、ということはカードが若干変更になりまして、藤本司対松本美也子対植木隆之 with もち。そうですね、 with 宮城もち。宮城もちの携帯だな。携帯ですね、 with 宮城もちの携帯となりました。ということで植木隆之選手が負けた場合は宮城もち選手の携帯が破壊されると。ああ、会見中ですよ。大丈夫です。すいません、はい、会見中ですよ。すいませんでした。はい、というふうになります。ではそのような形でしたら出ていただけるということですね。出よう、はい、出よう、出てやろう。もちさんのご協力に感謝します。よし、ありがとうございます。100万パワーだ、宮城もちと私が組んだら。なあもち、会見中ですよ。すいません、すいません、失礼しました。会見中ですよ。失礼しました。後で裏でやってください。はい。新鮮なる道場ですよ。道場です。失礼いたしました。はい、取り乱しました。それではメインイベントなんですが、少し発表させていただいているんですが、今回も60分アイアンウーマンをやらせていただきます。セラリサ対 X ということで、こちらの参戦予定選手がアブドーラ小林選手、そして星野勘九郎選手、小高勇選手、宮本優子選手となっております。他多数というふうになってまして、今回は、セラの誕生日ということで、あ、今会見中です。あ、失礼いたしました。はい、失礼いたしました。誕生日ということなので各々の選手に、
世羅への誕生日プレゼントを持って入場していただくデスマッチとさせていただきたいなと思ってます。なのでよろしかったら用意してきてください。それなりの狂気を。それなりの狂気を。はい、わかりました。はい、お願いいたします。それでですね、まあ、自分はそのメインイベント60分アイアンウーマン戦い抜くにあたって前回とは桁違いの狂気になると思ってますので日々鍛錬しております。初心に戻って剣道時代を思い出して素振りをしてみたり瞑想してみたり素振りをしてみたり瞑想してみたりしております。すいません、会見中です。すいません、失礼しました。取り乱しました。はい、そんな感じで鍛錬しておりますので60分戦い抜けるんじゃないかと思っておりますがいかがでしょうか。甘いんだよ。素振りと瞑想だけで、はい、60分戦えると思ってんのか。はい、素振りと瞑想だけで彼らを見てみろ。これぐらいの強い精神力がない彼らは関係ないか彼らは関係ないか。関係ないです。すごいですね。ね、まあ正直ね、この間あのラジアントで世良さんとシングルマッチをやって、はい、世良さんがなんか手っ取り早く強くなりたい。なりたいです。素振りと瞑想だけじゃな時間がかかるんだよ。そうなんですか。そう、宮本武蔵も言ってんだろ、鍛錬という言葉、はい、ね、千日をもって鍛とし、うん、万日をもって錬とする。お、ね、鍛錬はな1万日かかるんだよ。1万日。はい、9年と何ヶ月だよ、一番日ってのは。はい、9年間も時間がないだろ。ないです。11月までないです。あと1ヶ月切ってんだろ。はい、そのためにはなやっぱりね、俺がやってきた公開秘密ソック、はい、今回はね、厳しいのやろうと思ってます。はい、まあ、前回試合してね、正直俺世良さんのことを可愛いと思っちゃいました。おお、はい、女性として見てしまいました。そこは僕も甘さだったと思います。なるほど。今回は世良さんを1レスラー、もうちゃんとした男扱いします。はい、はい、まあ、今まで僕数多くの特訓をやってきましたけど原点にして最強の特訓、はい、今日はこれを用意しました。なんだ、じゃじゃん、これは生卵ジョッキのみです。これが噂のいい卵です。四つ葉のクローバー、四つ葉のクローバー卵、ね、やっぱこれをどうやって飲めばよろしいんですか。ジョッキに入れて飲むんですよ。ジョッキに入れて飲む。ジョッキに入れて、ジョッキに入れて飲む。ジョッキに飲むでしょ。これも世界的に認められてるから、あの、はい、映画のロッキーって見たことあります。まだないです。まだないって。そういうとこからお前はダメなんだよ。すいません、ロッキー見ます。ロッキーが、はい、ね、名シーンありますよね。あれ牛乳じゃねえや、ジョッキで卵を飲む、あれはね、やっぱね、特訓の原点なの。わかる、全ての原点。はい、プールで見ます、ね、はい、とりあえず今5個入りました。まだ入れます。まだ入りますね、まだ入ります。はい、6個いや、もういいんじゃないですか。7個もう1個入るね。もういいじゃないですか。ちょうど幸せの卵が8個入りました。末広がりの8です。幸せの32クローバーですよね。はい、32クローバー。殻もカルシウムだよ。そういうとこからダメなんだよ。殻めっちゃ入ってる。殻もカルシウムなんだよ。強くなる。やっぱね、最近のレスラーはね、すぐ特訓とかって体絞るけどね、はい、やっぱね、食えなきゃ強くないから、はい、食ってる人間は強いから。そうですよね。ね、殻も食わなきゃ。はい、ということで世良さん、行ってみましょう。いただきます。一気、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 一気。はい、離さな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 い。ほら、離さない。女扱いしないからな。遅いよ。遅いよ。
離さない離さない離さない行け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 行俺と宮城もちとの愛の力でこんなヘボい特訓こなしてやるよ。じゃあこれで追加しますか。一度追加しましょう。むしろこれに追加しましょう。あ、これに追加、これに追加、これに追加、これってかもうこれ飲みましょう。あ、もう上までこれ、あ、追加、あ、追加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 、楽勝、追加。ダメだ、水ないですか。水、あ、水なんダメだよ、まだ。そうだ、甘い、特訓はまだ続いてる。そうだ、貴様は俺らはな、超体育会系なんだぞ。そうだ、昔の野球部は水飲んじゃいけなかったんだぞ。そうだ水なんか飲んだら先生にぶっ飛ばされるぞ、ほんと。そうだよ、甘い、ゆとりが、そのゆとりが、ゆとりが、ゆとり世代が、俺らの時はな腹汁出るまでぶん殴れたんだ、水飲んだら。そうだ、そういう世界に来てんだ俺らは。そうだ、ほんと群馬と長野は厳しいんだよ。そうだ、群馬だってお前パスポートないと入れないんだぞ知らなかったですな。飲んでやるよな、もちもち飲むか、もち飲むか、もち、え、お、俺が飲めばいいのか。よし、飲む。俺はもちのために飲むぞ。行くぞ意外と体弱いから人魚中華腹壊す嘘、飲めよお前。そうだ、匂いがやばいんですよ。飲めよ。いやいやいや、ちょっとセラスチュール飲むから。ちょっとセラスチュール飲んでないんじゃない。もちさん飲みますよ、それだと。もちさんが飲みますよ。いや、もちさん飲みます。匂いが、もちさん飲みます。もちさん飲みます。本当に、うわ、めっちゃ辛いな。うん、貸して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 、もうもちさん飲むから、もちさん飲むから、全然飲んでないじゃないですか。あ、そう、もちさんやばい、もちさん強い、もちさんやばい、うん、もちさんすごい、うん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 、もちさんが一番すごい。あ、来た来たね、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 あ、来たね、来たね、来たね。ちょっと私の、どうだ、愛の力だ見ただろうなあ、愛の力だ。ちょっと一部放送が乱れましたが、これが愛の力だ。こんな携帯破壊デスマッチなんてもうこっちは余裕だ。そうだ、どうだ、お前らなってないよ。すいません、汚いな、美しくないんだよ。俺が今までやってきた公開秘密ストックを汚すな。本当に一番頑張ったの宮城もっちじゃねえか、俺。あの宮城もっちじゃねえか、俺。どうだ、すげえ、愛の力だ。じゃあここはちょっと第一人者の私がちょっと本気を出します。お、そう、そうだろ、よ、本気を出します。そうだろ、本気。今卵残り何個、19個残ってるから。19個いきますか。卵19個飲みをちょっと、はい、セラさんにちょっとこれは特訓だっての見せてあげないと。ちょっともうだんだん、だんだん割ってください。ちょっとお願いします、お願いします。どうぞ割ってください。どうぞ。宮城もちです。あ、もちさんじゃないですか。卵19個飲み。実はね、俺ね、昨日二郎系ラーメン食ってんだよ。ニンニク増しの豚ダブル、ね、サウナ3時間サウナ3時間すごい噛み手割り。それが鉄人、卵19個のみ、19個のみ、19個だけでいいんですか。大丈夫です。足りますか。いや、あんまり余計なの入れないほうがいい。ああ、純粋な方。今日は原点だから。めっちゃ入って、今日は原点だ。いや、殻も栄養だろ、この野郎。カルシウム、カルシウムだろ。入れた、19全部。あ、いやいや、19全部、すごい。ああ、ちょっとこれ久々なんだよな、これは久々なんだよな。うわ、本気、すごい。宮城もちが9個、ちょっと宮城もち9個、デブの意地を見せてあげてください、小林さん。デブの意地じゃないよ。デブの意地、デスマッチが入ってある意地だよ。デブの意地、デブの意地だよ。ちょっ
が俺も久々なんだよね。宮城ぼっちも出るだけだな。40代初の生タバコなんだけど。おおすごいバースデータバコ。じゃあ、サラさん、ちゃんと見ててね。はい。一回しかないよ。はい。一回しかない。死んじゃいますよ。二回たら死んじゃうんだからね。ちょっと待って。よく飲んだね。やっぱ、ウト大食いだね。ウトじゃない。宮城だ。ウトじゃない。宮城だ。宮城ぼっちだ。ウトじゃなくて。変なこと言うんじゃない。じゃあ、行きます。はい。ちゃんと取ってくださいね。行きます。取り直しとかないからね。行け。行きます。行け。こっちも動画撮ってください。行け。行け。行きます。いけ、どうぞ。うわ、ゴー。うわ、うわ、うわ、うそ。え、すごい早い。嘘、なにこれ。やばい、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 すごい。すごい、おぉ。卵が跳ねてる。跳ねてる。すごい。卵が体で跳ねてる。体の中、卵が。そらそら、これがデスマッチなんだよ。だから今回、素振りと瞑想の前に卵飲みをやるように。はい。それがセラソの鍛錬です。鍛錬します。あうっ以上ピッコロ大門以上公開秘密特訓でした。改めて本当の特訓見て刺激受けましたか？すごく刺激になりました。私3個ぐらいしか飲めなかったので。しょぼいよ。1個しか飲めなかった人にはやりたくないんですけど、本当に、私も10個は軽く飲めるようなデスマッチファイターになりたいなと思って。そういうの大事だよ。みんなそうじゃけ。やっぱお誕生日なんで、はい、年の数だけ食べてほしいなって。何言ってんの。そういうアイテムもありですか？なるほど、年の数だけ食べるアイテムも用意しておきます。生卵かは分かりません。食べ物を粗末にしちゃいけないよ。こうやって、ね、全部食べなきゃだめ。食べなきゃ。食べ物を粗末にするなんて本当に本当に良くない。ずっと手繋いでる。良くない。そうだね、はい。加工された卵だったらいけそうですか？加工されてたら大丈夫だと思う。まずちょっと匂いがダメだったので、鼻栓があれば私はいける気がします。そこがまだ甘いんだよね。正直生卵は飲みやすいよ。俺あのね、卵20個でなんだっけ、卵焼き、はいはい、食ったことあるけど、食うのに30分ぐらいかかった。これならね、なんか30秒飲めるでしょ。そうですね。まあ分かってないんだよ。やっぱ経験が足りない。加工なんてもちゃう。だから、まだ毎日飲まないと。はい、毎日10個は飲みます。毎日10個。生が一番。生が一番なの。生が一番。生がいいんだよ。生。植木さんが言わないでください。なんか宮城選手は植木選手のセコンドにつくっていう形でいいでしょうか？そうだろう。よし、その通りだ。携帯持参で。携帯持参で。携帯を持って。携帯持参で植木のセコンドにつく。つく。はい。宮城持ちの携帯。おう。そうだ。おう。おう、よし、落ち着け。落ち着け。やめてください。やめてください。やめてください。解決中です。解決中です。失礼いたしました。失礼いたしました。解決中ですよ。失礼いたしました。植木選手、あの藤本司、宮城、あの松本宮子と、まあ先輩に当たる女子選手との、先輩と思ったことがない。戦うからしてはもうリング上では、リング上では先輩後輩関係ない。その通りです。そう、年齢とか関係ない。おっと。おっと。そ う, ね、そういうことだ。対戦相手は30代超えのお二人なので。言ったよ、言った。セラさん言うね。バスで。あ、でも、もちさんも30ですもんね。そうなのか。そんな関係ない。すごい。そう。年齢の前に愛は関係ない。ん？愛の前に年齢は関係ない。そうだ、その通りだ。落ち着け、セラディさん、落ち着け。落ち着け。こっちのセリフです。そうだ。そういうことだ。以上だ。他に質問はあるか。さん、宮城さんのどのあたりが気に入ったんですか？そうだな。まあ、触り心地だな。それ以外はない。以上だ。落ち着け。ちょっと触るぞ。やめてください。まだ会見中です。あ、失礼いたしました。失礼いたしました。他に質問はありますか？
新横浜行く。小林さんはどんなバースデーで盗まれたアイテムを。まあ前回以上に心を鬼にして、はい、血だるまになるようなものを用意したいですね。やるからには、はい、前回正直これ甘かったな。もっといじめようと思います。はい、はい、ね、サラさん可愛いんだよね。可愛いんだよ、ね、今日もさ、なんか目怪我してるから、もうまず誰でやったのって聞いちゃったの。尽くしいっていうか、尽くしに仕返ししてやろうかなと。よくこんな可愛い子に膝入れれるなと思って。膝が入ったの。膝が入っちゃいましたね。あ、許せないな。あ、ダメだ、俺も心に鬼、もう世良さんの顔面に膝入れるような意見。はい、かわいい。はい、膝つかない。ゆくぼろさん、と、世良さん、今日の小林さん の男気を見て、はい、何か新しい特訓とか思いついたりしてしないですか。そうですね、なんか新しいとこ。あ、まあね、この発展系で、はい、あの ミキサーっていうのがあるから。ミキサー。例えば勝ちたいときはとんかつ定食を全部ミキサーするの。例えばで、とんかつ定食、例えばとんかつ、キャベツ、はい、ご飯、味噌汁。あ、でも美味しそうですね。やったことあります？ないですけど。やらせますよ。はい、じゃあ次回公開特訓は。いや、公開秘密特訓だ。とんかつミックスドリンクはちょっとやばいですよ。ってのは言っていいの？いや匂いですからね。考えてみてよ。で、とんかつ、ご飯、味噌汁、キャベツ全部噛み砕いた。あ、噛み砕いてガーってやるんですよ。ってのは大きいじゃないよね。特効舐めちゃいけないよ。特効舐めちゃいけない。次回はミキサーを使った何かしらでよろしいもうちょい考えろ。ミキサーはかなり上級者なんだ。卵以上に、はい、頑張ります。頑張ります。これで臭いって言っちゃうの。まだとんかつミックスドリンク食えないよ、まだ。甘い甘い甘いよ。甘い。多分これを克服できたからね、まだ。はい、はい、そうですね。じゃ次回も植木さんはご出席くださるという。試合があればな。ぜひ。はい。こう特訓の成果は当日見れるとかそういうのはないんですか。当日。やらせ。だけどこれ毎日やればかなり強くなる。やれやれ、毎日やれ。かなり強くなる、毎日やれば。めちゃめちゃ。皆さんも本番成果を見せてください。これは本番に強いタイプだ。本番が大好き。メインイベントも出場してくださるということで。え、間違いないですかね。え、おお、え、じゃあそれなりのものを考えます。あ、一緒に出るの。会見中です。あ、失礼いたしました。失礼いたしました。もうこんな感じでいいんじゃないか。大丈夫です。あ、質問ある。ある。粉しか出ない。あ、赤い玉が出る。血止めだよ。ちょっとよくわかんない。血止めってことだ。血止め。24日と血止めかお前。刺しの。刺します。刺した。はい。ありがとうございました。